凍っております。池が凍っております。ゆうとび、本日の動画はこちらでございます。雪山おしゃんぽ登山ということで、早速登っていきましょう。はい、ということで始まりました、ゆうとびの登山企画。登山言うてもね、ほんまもう超絶初心者と超絶ね、そんな大した山は登らないので、皆さんその辺は温かい目で見ていただけると幸いなんですけども、今日はですね、深山っていう、深い山と書いて深山、深山っていうね、標高791メートルのね、山をね、登っていきたいなと思います。ほんで皆さん、これ見てください。もうね、雪がね、積もっとるんですよ。めちゃめちゃ綺麗です、今日。まあ、1年間を通してやっぱりこのね、雪が積もってる時っていうのがね、一番ね、登山楽しいんですよ。ほんで昨日たまたま実家に夜ご飯食べに行ったら、明日雪山登りに行くでとね、親が言ってたので、親についてきました。前に親が歩いてます、実は。ゆうとびね、こう山登り久しぶりなんですけども、まあ前にね、よくまあ未だにずっと登ってる親がついてますんでね、まあ親についていけばね、何度かなるかなというね、感じですね。今日まずとりあえず1回目、久しぶりの登山は。ということで、とりあえずこう今まあ道路をこうやって歩いてるんですけども、登山口まで道路を歩いて、ほんで登山口入ってからね、こうまあカメラでね、いろいろこう雪山を写真撮りながら頂上を目指していきたいなと思います。ほんで上に着いたらね、うどんをねちょっと作って、上で美味しくね、うどんをいただこうかなといった所存ですね。はい、それがめちゃめちゃ楽しみ。ということで、超絶久しぶりの山かつね、ゆうとびの動画で初めて山を登るので、一体どんな写真が撮れてどんな動画になるのかちょっと分かりませんが、実験という意味でもね、楽しんでいただければ幸いです。ということで、とりあえず登山口まで歩いていきましょう。ということで上がっていきましょう。親に置いていかれないように。さあ皆さん、自然を感じてください。これ自然を感じてください。もうすでにすごい満足感がありますね。いや、ほんまこう登山口ちょっと入っただけで一気に自然感が増しております。ゆうとびです。現在なんとかね、こう見どころをね作ろうと、そういった所存でね、頭をフル回転させながら歩いておりますが、何もありませんので一回切ります。はい。もうちょっとさ、見て、この辺からもう完全に地面が雪になりましたんで、これはもうちょっとアイゼンをつけましょう。アイゼン、こう見て、もう完全にこれもうめくれ上がって倒れとるで、ここまで頑張って育って倒れた昨日気持ちになってください。皆さん、アイゼンつけます。この雪景色、いや非常に綺麗ですよ。皆さん、この景色を見ながらね、このアイゼンで雪を踏みしめるこの音を聞きながら上がっていくと、非常に大きいですね皆さん。これまあそんな普通のこと言っててもね、もう視聴をやめられると思いますんで、ちょっとこの辺で写真をちゃんと撮っていきましょう。ちょっとほんま主題にかけすぎて、冬もうちょっとなんか目を引くような木とか何かしらがあればいいんですが、まあ、とりあえずそんな焦って終わりなんで、自然を感じながら、感じたままにシャッターを切っていくという感じでいきましょう。急になんかプロみたいなキャッチコピー言ってみたけど。おー、見て、みんなこれ見て、鹿の足跡です。おー、向こうに行ったんでしょうね。こいつもソロやな。今日はわしはね、人と来てるんで、鹿より上ですね。ずっとあるな、鹿の足跡。こいつも一人寂しくさまよっとるんやろうな、かわいそうな鹿め。今ルート的には3分の1ぐらい歩いたらしくって、これね、一気にこうバッと初めに登って、登り切ってからはね、ずっと平坦なルートが続くとマイファーザーが言っておりました。ということで、もうちょっとこれ気合で登っていきましょう。もう暑すぎて服2枚脱いだ、もう汗だくや。稜線に出てきました。左見ても右見ても斜面がないということで、これがザ稜線。ここまで来たらめっちゃ気持ちいいな。やっぱり見てください、この空の広さ。なんだかんだもうすぐね、景色のいいところに着きそうなみたいなので、早くうどんが食べたい。この中あったかいうどん、わしゃうどんのためにやってきた。ここまでちょっとあっち行ってみたいな。今小屋待ってるんですよ。こっち行ってみましょう。親よ、ユートピアこっちに行ったと。おお、見える。ちょっとこれめっちゃ綺麗じゃん。ここめっちゃ綺麗な、やば。この風の音なんかさ、街におったら聞かれへんもんな。風って音あるんですよ皆さん。久しぶりに聞いた、ユートにも。
ゃすごっ。おめっちゃ綺麗やんけ、あの辺ゴルフ場かよ。なんやゴルフ場かいや。いや皆さんちょっと何枚か写真撮りました。編集中のユートビをスライドショーで流してくれ。やっぱりあんな登ってる最中にね、なんかどうにかして頑張って撮ろうとしてもね、写真って撮らないですね。やっぱり景色のいいところってこういう枯れ木とかちゃんと主題になるようなものをね入れないと、やっぱり写真は成り立たない。やっぱ何の写真でもね、主題と副題が違うやなっていうことを改めて感じさせられている、そんな初めての雪山登山。とりあえず今のがね一つ目のピークで、割と浅い着いたのでね、このまま頂上を目指そうということになりました。そこでユートビのうどんは待っている。 I want うどん、 I need うどん。ここに見える、これがゴールです。これもうあとちょっとゴールまで。おりゃ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 。着きました着きました。山頂です山頂です。とりあえず三角点、これ母さん確定。ちょっとどれがわからないんで、もうこれでいいや。登頂。おーめっちゃ綺麗。反対側は、おーていうかさっきまでめちゃめちゃ晴れとったのに、なんでこんな急に曇るかね。ユートビキはもしかして代々雨男雨女なのか。血をついどるんかこれは。ということで念願のうどんタイム。どい、イーン、オープン。はい、はい、オープン。これ何 cc？ うどんスープの素、250ml。入れすぎた。戻りなさい。はい、ここ、こけここ。ファイヤー。風よけ。そしてグーオープン。非常に美味しそうですね、これ。グーイン。はい、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 ドカーン。これもう入れちゃえ。うどんスープのもっとイン。豚まであります。なんと豚全部イン。おー見てください、こんなもん絶対美味しいよ。ちょっとエグいのができそう。これはウイン、ウイン解除。おー最高最高最高。うどん入れよう、うどん入れよう、うどん入れよう。うどん、うどんさん、うどんが入りたくないみたいですが、お前はわしの胃袋の中に入りなさい。うどんイン、ドカーン。ウイン、さてきてるか。オープン。うわあ、めっちゃ美味しそう。よっしゃ、いただきまーす。これ見てください、この景色の中、この汁の少ないうどん。ちょっと早速食べましょう。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた、寒い。いただいてください。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しいぞこれ。このうどんとこの柚子と人参、豚もちょっといっちゃいましょう。一口大きくもガブッといくぞ。これは贅沢に。いきます、いただきます。ということで冷めないうちにゆっくりいただきたいと思います。いただきます。ということで本日はユートビチャンネル、初めての雪山登山に来てみたんですけども、皆さんこの動画は果たしてどうなんでしょうか。全然面白くなかったんちゃう、もしかして。まあでもなんだかんだなんか山登りしたも大学生ぶりなんで、久しぶりに来てねめっちゃ楽しかったです。ユートビはやっぱこう山登りながらね、やっぱいい写真って撮るの難しいなと。結構さインスタとかツイッターでそういう山で撮った写真上手い人たちって割とフォローしてるんですけども、ああいう人たちああいう人たちやっぱセンスめっちゃいいなと思いましたね。まあちょっと今日は動画でねこう山登るの初めてやったんで、まあ実験も兼ねてやってみましたけども、なんか今後はもうちょっと練習とかもしながらね、もうちょっと綺麗な山を登りたいなと思います。ほんでまあこの山登りながら動画撮りながら写真撮るっていうのもなかなか無理かなと思ってたんですけど、意外とめっちゃ軽いな荷物。普段のユートビの動画撮影してる時の方がよっぽど肩はしんどいわ、荷物は重いわ。今日のこの山登りの方がだいぶ軽装でいきましたね。っていうのは今日はこのねカメラは1台しか持ってきてないし、今日の動画は全部 iPhone13 Pro でマイクも何もつけずに iPhone オンリーでやってたんですよ。どうでしたか皆さん、 iPhone の音質とか映像とかなんか気になりましたかね。 YouTube 的にはなんかこう画面見てる感じめっちゃ綺麗に映ってるんで、全然これでも問題ないんじゃねと思っております。あと普段の YouTube のメインのまあ撮影編はね、今後もフルサイズ2台体制で動画も撮りつつやっていこうと思ってます。かつやっぱりあの動画はちゃんとメインでね、しっかりと本数はねありますので、たまにはこういう動画も出させていただきます。
幸いです。シンプルに楽しんで、あとは視聴者さんの皆さんにも楽しんでいただけるようにね、ちょっと工夫をしていきたいなと思います。ということで、もうあとは下ってね、特に見どころがないと思いますんで終わります。このまあ YouTube のこの下ら辺にあるシーケンスバーガーね、この後も続いてなかったら、あ、この後何もなかったんやなと思ってください。もし続いてたらね、何かあったんだなということで、もうちょっと見ていただきますと幸いです。何かあったら動画回します。ということで、もうちょっと喋りながら歩くのきついよ。一回ここでサロン鳴らします。さあ、何かあるのか何かないのか、下のシーケンスバーで判断してください。皆さん、さよなら、バイバーイ。